んにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日は豆腐まんじゅうを作ります。教えてくださるのは内田さん、後藤さん、高木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして今回の器はこちらです。阿蘇市波野にあります先生釜さんから作品を、提供していただきました。番組の最後に先生釜さんのご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。では今日は豆腐まんじゅうということなんですが、実はこれ私のリクエストで今日はメニューをね決めていただいて、はい、前回の試食の時にね、こちらの会長さんが作ってくださって、で皆さん練習されたっていうことでしょう。そうですね、はい、ありがとうございます。豆腐まんじゅう、名前だけ聞くと私甘いのかなってね最初思ったんですが、こんなに材料があって、ね、波野のキャベツもありますし、ね、地産地消で、はい、地産地消で、はい、じゃあまず何からしましょうか。材料全部みじん切り、はい、材料をみじん切りしてる間に、内田さんはね生地をこねますね。こねていきますね、はい。まずこちらにミックス粉を入れます。ミックス粉、はい、絞ったお豆腐を入れます。木綿豆腐、木綿豆腐、うん、じゃあ炒め係は高木さん、はい、ということでお願いします。まずは玉ねぎを炒めます。玉ねぎから、はい、お願いします。あ、いい音ですね。次は、はい、人参が入ります。椎茸も入ります。お肉以外ほとんどはご自身の畑とか波野で、ね、手に入ったものなんですよね。じゃあ、はい、キャベツが入ります。ニラも一緒に、はい、結構たっぷりの、うん、生姜が入りました。はい、鶏ガラスープの素と塩、砂糖とお砂糖ですね。塩とお砂糖、はい、薄口と濃い口、薄口と濃い口、水溶き片栗粉が入りました。はい、はい、もう一回冷まします。はい、では具も冷めたのでいよいよ丸めて、はい、いきますね。はい、もう私が1個作る間に後藤さんたちは3個ぐらいできてますね。3個できてます。これから15分ほど蒸します。大体時間はどれぐらい？15分ほど蒸しますね。15分、はい、ですね。あー、美味しそう。できた。結構膨らみますね。はい、え、綺麗にできましたね。じゃあ今日もメイン以外にいっぱい用意してくださってありがとうございます。じゃあ早速いただきます。いただきます。これね、美味しい。お店で売れる。本当、美味しい。本当ですか？とっても美味しい。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市波野にある生成窯では穴窯と呼ばれる古来の窯で、上薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で、工房には素朴で味のある作品が並んでいます。